収集物覚書帳目録第723番。全部。正確な補足年は不明。収集物覚書帳における最も古い記録は725年にまで遡る。厳密には、天狗のご自体は687年の日本書紀に登場するが、この時の天狗は天月狐と読み、中国の伝承にある流星を天をかける獣に見立てたものを指した。要するに、山岳地帯に生息する知的な妖怪種族を指す言葉としての天狗の最古の記録が725年であるということだ。以降、2017年現在に至るまで、天狗という語はその意味で用いられている。では、山岳地帯に生息する知的な妖怪種族が我が国に725年まで存在していなかったかといえば、そのようなことはないというのが定説である。それ以前の山の会は、ただ山の会であり、今日我々が天狗、山姥、小玉などと分類しているものは一緒くたに扱われていたということであろう。人間の自然観、宗教観の変化がこういった存在を分析していったのである。そして、人間の認知の影響を強く受ける彼らもまた、その分析に従う物理的生息地の隔離、あるいは物語的地位の隔離によって、より明確に独自の特徴を備えるように分化していったものと考えられる。さて、天狗の概要についてである。基本的には人間に近い姿で、修験者、山伏の服装である。さて、天狗の概要についてである。主に顔が赤く鼻が高い種類と、くちばしなど鳥類のような特徴を有する種類とがいる。翼を持ち、飛翔能力を有する。その強度には個体差があるが、神通力を持つ者が一般的である。その起源は霊落した山の神とする説がかつては有力であった。しかし天狗が修験者、すなわち信仰される側ではなく信仰する側の性質を有していることから、山の会の共通祖先のうちで、山の神への奉仕ないし祭祀を役割とする種族、いわゆる眷属、として分化したものだという考えが近年になって唱えられている。無論この新説は、山の神起源説、とも矛盾するわけではない。別所から来たる神からの征服、あるいは下克上的な立場逆転などの要因で、かつての主が今や従者という状況は十分に発生しうるであろう。また、日本の霊山環境は天狗ありきで成立してきたものだ。長い歴史を通じ、天狗に対する党員の収集方針は個体の直接捕獲ではなく、生息地の隠蔽に焦点を当ててきた。個体数が多く、また広範囲に分布しており、すべてを捕獲することはできないというのが一つの理由である。仮に天狗をすべて檻の中へと集団移住させたならば、どのようなことが起きるかわからない。むしろ面倒を増やす可能性すらあっただろう。そして、彼らは基本的に元々の生息地を出ない。このように根本的に実行不可能であることと、仮に実行可能であったとしても行う利点が少ないという他点により、この方針は維持され、継承されてきた。そして現在、インド天狗、そしてその他すべての怪を取り巻く状況はその延長線上にある。大部分の資産を財団に吸収され、かろうじて院の旗印を引き継ぐ我々は慢性的に人員不足と資金不足に苦しめられている。全個体の捕獲どころか詳細な生息地の把握すらおぼつかない。1599年、慶長4年の記録では、50以上の産地が天狗の生息地とされ、個体数は13万近いとされている。ところが明治に入ってからの記録では、生息地は10程度、個体数は1万体とも5000体とも言われ、急速に数を減らしたことになっている。明治の神仏分離令と関連するとされるが、その実態の詳細は明らかになっていない。人間の方が天狗に直接影響することはないだろうという考えのもと、その間接的な影響についての仮説がいくつか立てられている。そもそも過去の天狗の個体数は天狗に混じって狩猟を行う人間の修験者を計上したものであったという説、もともと院において天狗関連の活動に携わっていたものの大部分が修験者であり、彼らの院での活動が滞ったことで調査に支障をきたしたという説、信仰基盤の崩壊が霊地に問題を起こしたという説などがある。20都市年現在で院が認知している生息地は8カ所存在する。1、京都府、愛宕山。都に近いということもあり、歴史的に院が最も注視してきた生息地である。同時に、院以外の団体、具体的に言えば御用結社もこの山を最も危険視していた。山を降り、都に近づいた天狗は、結社により粛清されることも少なくなかったようだ。
院としては、地元の修験者が天狗信仰を有したことに便乗し、愛宕山の天狗の指導者である太郎坊を祀り、山の外へ影響を及ぼさぬよう説得する方針を取った。中世には愛宕山は修験道の主要地として栄え、人間の修験者と天狗の見分けがつかぬほどであったという。愛宕の山岳信仰は、イザナミの御事を垂直神、地蔵菩薩、将軍地蔵、お本事仏とする愛宕権現を中心とするが、先ほども述べたように、天狗である太郎坊自身もまた神格化され祀られている。家具土の御事と同一視されることもある。これは前述の、霊落した山の神。説の立場からは興味深いものである。信仰を失い神がもののけと化したのならば、信仰の再獲得により神のごとき力を取り戻すであろうと考えられる。実際にかの大天狗は戦の勝利祈願のほか、災いよけ、特に火事を防ぐ日伏せのご利益を発揮した。昭和に入ると、愛宕山の観光地化に伴い、多くの民間人が山を訪れた。また、戦後には財団をはじめとする多くの調査隊が入山している。しかし彼らはそのいずれにも発見されていない。個体数が減ったことも一因であろうが、やはり災いよけの力が効いているものと思われる。現在は少数の天狗が隠れ住んでいるのみである。2、長野県、飯綱山。飯綱山は愛宕山と比較して標高が高く、それゆえに院の手もそれほど深く入らなかった地である。院の息のかかった修験者、千日太夫という特殊な役職が当てられた。が天狗と共存しながら、山の外に影響を及ぼさぬように監視、説得に当たっていた。室町時代頃から勢力を伸ばし始めた個体群であり、その指導者は飯綱三郎と呼ばれるカラス天狗である。愛宕山の霊と同様、三郎自身が軍神、あるいは火除けの神として祀られた。特に軍神としての信仰を強く集め、その信奉者には上杉謙信、武田信玄など名だたる武将も名を連ねる。また、飯綱山には呪法に長けた天狗が多く、妖術を習得することを目的とする修行者も一定数いたようだ。飯綱の名を冠する呪法として有名な、飯綱法は、下狐の刺激を可能とする術である。この術を三郎が使用するのには、狐の精でもあるだけに天と同一視された影響があるとされる。この同一視については、術を得得するために三郎が、取り込んだ、とも考えられる。まず、付き物としての狐を刺激する術は単純に便利である。狐は稲荷の眷属でもあるように、た、すなわち平地の霊力と相性がいい。これは山にこもる天狗が、火海の情報を収集するのに適する。また、化け狐を重複し眷属とする、という物語は天狗がそうされたということの再演であるかもしれない。このような再起構造は呪法においてその力を強める。さらに、天狗がかつて天月狐と呼ばれたことも、明示的な相乗効果を生み出すかもしれない。こういった術の得得、そして戦術の戦勝祈願等を合わせ、歴史上飯綱三郎を最も厚く信仰したのは忍びのものであろう。院が有する飯綱山の天狗の現在の状況に関する情報は、無人月道宗から金銭を対価に得たものである。3、京都府、鞍馬山。鞍馬山も愛宕山と同じく都に近いものの、それほど強い警戒を受けてはいなかった。この要因は、もともとの生息数が愛宕に比べて少ないことに加え、この山の天狗は人間への擬態に長けており、それほど脅威になるものではないと思わせていたからだろう。院は鞍馬寺に人員を派遣し監視に当たっていたが、その実態の把握は非常に困難であった。部を好む少数の天狗がひっそりと暮らしている、というのが大まかな共通認識である。部の際ある人間の前には姿を現すとされ、源義経の逸話は語るまでもないだろう。飯綱山の天狗らと同様、忍びの者との縁もあるようだ。有力な個体、明確に指導者というわけではない。である、僧正坊が最近になって行方をくらませたという情報がある。4、米国、スカウターズ山、スカウターズマウンテン。さて、無人月しるべ州からの最新の知らせによれば、僧正坊は偏西風に乗って遠く米国へ渡り、現在はオレゴン州ボーリングにほど近い、スカウターズ山という山に住んでいるらしい。ひとまず、貴重な天狗が失われなかったことに安堵している。米国で世界オカルト連合からの攻撃を受けた後、現地の、ウィルソンの野生動物の問題解決局、ウィルソンズワイルドライフソリューションズ、という組織からの支援を受けているとのこと。これを、生息地、に数えていいかわからなかったが、記録することにしておく。
天狗が先か、鷹山が先か、貴重な事例研究になるだろう。野生動物の問題解決局は財団と提携していることもあり、状況を注視する必要がある。5、福岡県、大分県、彦さん。福岡、大分の県境に位置するこの山ももともと多くの天狗が生息していた地であったが、やはり明治に入って大きく衰退した。しかしなんとか絶滅は免れた。住処を追われた九州各地の天狗が集まることで、集団を維持し、生き残りに成功したということのようである。かつての院で彦さんの管轄を任されていたのは太宰府の別院であり、これも例によって修験者を通じて監視を行っていた。山内には銅でできた鳥居が置かれ、山伏と修験場と民間人の生活の場の区切りとして機能していたが、これにより天狗の生息地も隔離されていた。信仰者としての性質を非常に強く有する集団であり、山全体に宿る神霊の神祀としての役割を持ち、同時に雨の牛込みの御事と阿弥陀如来を厚く信仰する。さらに、移住してきた各地の天狗が持ち込んだ信仰も流入し独自の体系を築いている。院に対しては今のところ最も友好的な個体群であるため、九州を訪れた際は記録がてら、彼らの社を参拝するのもいいだろう。5年前、私が訪れた際にはお土産に天狗の羽をいただいた。一本の羽が持つ力は羽内輪の10分の1に満たない程度であるが、夏場非常に涼しく重宝する。6、東京都、高尾山。個体数が非常に少なく、絶滅寸前であるか、すでに絶滅したと思われている。山外に干渉しがちな性質のため、御用結社の攻撃を受けた時期もあったようだ。その積極性を見込まれてか、一部の個体は異常事例調査局の妖怪大隊にも組み込まれた。最後の目撃情報は財団に捕獲されたというものである。この個体が最後の生き残りであった場合、高尾山個体群は絶滅状態にあるということになる。次回改定までに新規情報がなければ、この項目は7項目になってしまうだろう。7、山形県、朝日岳付近。地域ごと財団の管理下にあるため、正確な位置の把握は困難である。この地域に生息する天狗はゴルフ場の従業員として働いている。戦術したように財団の管理下であり、物理的に立ち入ることはできない。このゴルフ場の経営者は神格企業として知られる TTT 社である。TTT 社、トリスメギストストランスレーション&トランスポーテーションはギリシャの神ヘルメスが社長を務める企業である。ヘルメスはギリシャにおいて我が国における同祖神に近い信仰を受けていたとされ、同祖神の類であるサルタヒコ神とのつながりを有する天狗とは相性がいいのかもしれない。院の人員のほとんどはこの場所に入ることができないため、第2020番を派遣することとなった。競技者として領域に転移した第2020番は、競技の合間に天狗を観察し、情報を集めてくることを命じられていた。しかし帰還した彼女の証言はやれ、山歩きは疲れる。だのやれ、猿に玉を取られてムカついた。だのと愚痴が主なものであり、それほど役に立たなかった。再度訪問してくれるように頼むと、もうゴルフはやりたくないと言い出したため、現在はゴルフを主題にした創作物を与え、興味を引き出そうと試みている。山形県の近隣地域については、では山々に天狗が生息していたという記録がある。これらの個体群が姿を消し、ゴルフ場の個体群が生存した理由についても調査を行いたいと計画している。8、岩手県、遠野妖怪保護区、御ヶ岳。遠野妖怪保護区の2つの山のうちの片方である。もう一方の宍倉山には天狗は生息していないが、これはおそらく山神の性質によるものだと思われる。広報と予報によれば、宍倉山の祭祀種族はヤマンバガになっている。妖怪保護区の位置するサムト号の空間を維持しているのは鹿倉さんの神だとされるが、天狗とヤマンバの住み分けがなされている以上、御ヶ岳にもまた性質の異なる神が座すものと考えられる。御ヶ岳の天狗は元から住んでいた天狗、妖怪大隊の逃避行の結果住み着いた天狗、保護区成立以降に移住してきた天狗が混じり合っている。圧力など生じそうなものであるが、そこは豪に入っては豪に従えということだろうか。山の性質と天狗の性質は呼応するため、移住してきた時点で馴染んでしまうのかもしれない。これは少々個人的な話になる。私は昔山が怖かった。というのも、私の高祖父の兄が、山中で県議官としての業務の最中に消息を絶ったこともあり、一族代々山の怖さを言い伝えられて育ったからだ。
そんな中で、九州を訪れた際に出会った彦さんの天狗がそれを変えてくれた。山のふもとですでに極度の緊張状態になった私に対し様々な助言をくれたのだ。いわく、危険は実在するが恐怖は実在しない。とのこと。そしていくつか山歩きの技術を教わった。たった二日間の滞在であったが、まるで生まれ変わったような心地であった。私は彼らのことをより深く知りたいと思う。調査はこれからも、本業の妨げにならない程度に、続ける予定だ。木、大江山幸太郎。独自研究。ってやつつけたのは誰ですか？私だよ。仮説段階で記載するのではなく、これからはちゃんと実地で検疑してから記載することをお勧めする。幸いなことにその権限が与えられたのだし。おめでとう、野生妖怪調査特任検疑官。大江山くん。県議官、イサナギアカネ。